はい、どうもチューバーチャンネル TV 神谷です。今回もルソオロチ3アルティメット続きやっていきたいと思います。第4章、大いなる影一帯に漂う不穏な気配を探る太鼓坊たち。敵の策略に注意しつつ気配の元を立て、連合軍対妖魔軍、勝利条件奪機の撃破、敗北条件太鼓坊とアテナいずれかの敗走。以前この地にペルセウスの気配を感じたの。戦場の記憶をたどれば、あの子の一部が見つかるはず。これよりこの地に漂う異様な気配を探る。とはいえ、あの女狐を放っておくわけにもいくまい。私もお供いたします。ダッキ様の真意を今こそ聞かせていただかねば。人や戦艦の者と慣れ合う気はない。私は一人で行く。こいつ、私の考えが正しければ、近い将来彼女にも協力を仰ぐ必要が出てきそう。間違っても敗走せぬよう気を配っておかねばな。まあ、できれば当たってほしくない推測だが。覚醒輸送発動。私が倒れればこの調査は終わりだ。みな肝に銘じて行動をしていただけ。ペルセウスの気配はまだおぼろげない。この戦いの記憶をもっとたどる必要があるわ。かかってね、間抜けない。諦め。ダッキのことだ。影武者ぐらいは用意すると思っていた。あの方を倒せば本当のダッキ様の居場所を教えてくださるかもしれません。ダッキ様は洞窟の奥にいるすぞ。素直に教えてくださりありがとうございます。おそらく罠だろうが、今はとにかく情報が欲しい。虎穴にいるとしよう。我らはこのままダッキのもとへ向かう。探索将軍と正妻将軍は戦場の中央に向かってくれ。それはアテナ殿を守るということですね。わかりました、行きましょう。太鼓坊殿たちもお気をつけて。こういうのもありだよな。ペルセウスの気配まだ見つからないわ。みんなもう少し頑張って。そんな功で満足してもらっては困るな。飛行に対する私の期待ははるかに高い。ひとまず戦力は十分と見える。小生はここに残る。あっしも待たせてもらおうか。いざって時の控えも必要だろうしね。あら、太鼓坊さん、こんなところまでご苦労様。この私を閉じ込めるとか、この尺の真似に。ダッキを倒せば出られぬようだ。この戦場に破滅と破壊をもたらそう。なんだこの圧倒的な存在感は。神を超える力、まさか。合体進出発動。ねえ太鼓坊さん、知ってる？オロチ様がすぐそばで暴れてるってこと。私たちが感じていたのは破壊神の気配だったか。悪い夢でも見ているようだ。なんということでしょう。
あの方が復活してしまったなんて。こんなところで負けちまうとは。次会った時覚悟しろよ。この辺りのはずなんだけど。まあまあ楽しめたかな。じゃあね、また遊びましょう。ようやく懐かしい顔に会える。急ぎアテナに加勢するとしよう。アテナ殿、助力に参りました。ここからは共に戦いましょう。そうしなければ、あなたも、そして私たちも危ない。ならば勝手にするがいい。だが足手まといになればすぐに消えてもらう。敵対する神に加勢を申し出るとは、お前たち人間には驚かされる。そうでしょうか。美しい花に引き寄せられるのは当然かと。観察だ。今は戦いに集中しない。我は滅びず、世界が破壊を求める神。やつの本当の力はこんなものではない。長いは得策ではないぞ、アテナ。ああ、一度引くしかあるまい。ダキちゃんのためや。ここは通さへん。ヒミコ、無茶しちゃダメよ。危なくなったらすぐ引くの。よし、頑張る。素直に逃がしてはくれないようだ。の気配を感じるわ。いったー、もう勘弁してよ。これで退路ができた。速やかに撤退しよう。遠回りになりそうだが仕方ない。行くぞ。行くぞ。撃ち取ったり。ヒミコ、やられちゃったの。俺の番だな。絶対に許さない。ペルセウスの気配が弱まっているわ。石松が出る。こういうのも破壊神はいずれまた追ってこよう。早く逃げることを進めるが、その時はまた撃退すればいいだけの話だ。できるものなのに。奴と対等に戦うにはそれなりの準備が必要だ。いらっしゃい。歓迎するぜ。この孫悟空様と遊んでいってちょうだい。悟空よ、時間稼ぎは任せたぞ。我が輩はまことなるオロチ様の評価に努めねばなら。よし、頑張る。よい。魔界の衝動が溢れてくるようだ。よし、敵もやるじゃないの。分身か。こっちは急いでいるのだがな。悟空様ご本人はどこなのでしょうか。ちょっと遊びすぎだ。死んだと忌々しい。あの子の気配を強く感じる。自画像の無双発動。セウス、そこにいるのよ。あたたた、こりゃ引くしかねえな。あばよ。やっと本物を仕留めた。一刻も早く進むとしよう。合体神域発動。そうだな、時間を稼いでいる者たちがやられてしまう。おやおや、味方の退路が塞がれちまってるね。今こそ足たちの出番だよ。ふん、小生も手を貸そう。ダッキと清盛を撃てば道も開ける。全てを破壊するのみ。おや、オロチ様。
俺たち味方です。わかったかな、アテナ。あんなものと対峙しては命がいくつあっても足りぬ。確かに今打てる手はないな。よし、頑張れ。清盛のいる砦ではここか。さて、我が道術を試してみるかね。お、あいたこれは良好。さて、小生の相手をしてもらおう。このままで追いつかれてしまう。すなず豊下の無双発動。全滅してはいいのだ。誰かがおとりにならなければ。何を考えている。あの強さ、わからぬわけではあるまい。ここがダッキのいる砦だね。こんなこともあろうかとちょいと細工をしといたぞ。ダメだよ。周回の無双発動。勝手に門が開いちゃったんだけど。よしよし、うまくいったね。じゃあ相手をしてもらうよ。よかった、あの子のかけらがまた一つ集まったわね。ペルセウスのかけらを持ち帰るには戦いの記憶を正しくたどって勝利しないといけないわ。メールにもまだ早い。これでようやく術が解けた。まったく厄介なことをしてくれる。一度は撃退した相手だ。今なら倒すこともできよう。そうだな、無事に突破するにはそれが一番確実だ。未知の強者よ。軍神の子、観察が相手となる。あなた、私と戦っても。全てを破壊する。ご活躍でしょう。あなた様に出会えて私は幸せにございます。俺の番だな。よし、よし、頑張れ。手伝ってくれるのか。アメツチの力に。くだらん。いずれ全ては滅ぶ。術なしであの強さとは、魔王オロチの力、凄まじいものだな。奴はオロチにしてオロチにあらず、滅びの意志だけを持つ破壊神だ。破壊神、何か引っかかるような。お前さ、砕かれるのか砕かれるの、どっちが好み。須田将の無双発動。なんとか退けたが、奴に関しては何らかの手を打たねばな。勝手にしろ。
今回はやむを得ず協力したが、次に会う時は敵同士だ。皆様の力を合わせることにより掴んだ勝利、素晴らしきものにございます。勝利でございます。ペルセウスのかけらを獲得しました。11個目。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。